うすぎさん。はい、中野四つ葉です。はい、嘘です、すいません。はい、こんばんは、スーパーハイリグジシのおもちいちゃんです。はい、今日は五等分の花嫁の中野四つ葉の四つ葉ちゃんのコスプレをしました。はい、五等分の花嫁はですね、マガジンで週刊少年マガジンに掲載されている漫画で、アニメも2019年の1月から3月でね、アニメも1期放送されていて、2期がねもう決まっているというぐらいの超大人気漫画で、大人気アニメで、内容としては上杉風太郎くんっていうね、あの男の子が、あの中野家5人5姉妹1か2のミク、四つ葉、五月の5姉妹で、アホの5姉妹に家庭教師をするっていう物語で、で最終的には誰かと結婚しているらしいぞみたいな、で誰なんだ誰なんだみたいな感じの物語で、もうラブコメですよね。でもうめっちゃ面白いです。あの全員可愛いのですごくおすすめです。このチャンネルは私の好きなねお話をするだけのチャンネルですので、間違ったこともたくさん言いますので、ぜひコメントでね、修正補足等ございましたらコメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。で、今日はね、珍しくちゃんとねコスプレをして、リックをかぶってカラコンもしてます。取りだめたろって言われそうなんですけど、そうです、すいません。はい、なんですけど、五等分の花嫁ね、私は一応ね物語結構終わってからね、おすすめですって言いたい派なんですけど、まあ、今日はまあ四つ葉のコスプレしたかったんですね。はいでしたかったんでしちゃいました。で皆さんは、ちょっと今日のコメント欄は、皆さんはどんな女の子が好きですか？私はちなみに四つ葉推しなんですけど、まあなんでかっていうと、結構私、まあ、推しヒロインは結構決まってて、チョロインが好きなんですね。最初から全力で自分のこと好きって言ってくれる人が好きなんだよ、私。なんで、四つ葉は最初からね、上杉さんに懐いてるじゃないですか。そういうところとかもめっちゃ好きかな。なんで、めちゃくちゃ好きです。はい、皆さんのタイプはどうなんですか？コメントいただけると嬉しいです。はい、この配信最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた明日。